政権外からえっ、ー、と国の政治を見てきて、うん、前の自民党政権と今の自民党政権で何か違うと思っていることってありますか。間違いなく多様性失いましたね。多様性と柔軟性失いましたね。なるほど。席をしても一人、えー、ニュースピックスお茶栄一でございますっていうと <laughs>、はいえー、ウィークリーオ茶いですが今日はねワンワンということで一人で始まるんです。佐々木さんすらいないですからね。 この感じはこの感じで非常に面白そうだなと思っているんですけど、えー、っとなんかねいろいろこう考えて見たんですけどなんかいろんな豊かさいろんな支え合いそしていろんなことがあった10年だなと思ってて僕あれですよ2011年の時って確かね大学4年生ででなんかそう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 大震災の時にあの 大学でねずっと論文の別刷りを吸っててなんかちょうどその次の日からね学会だったんでなんか論文のあれを印刷しててさプリンターとか倒れてきたりとかあ俺つくばに当時いたからあのめっちゃ揺れてでそれで確かテレビつけてで原発がなんとかっていうところで写ってたのが枝野さんで僕も Twitter で「枝野ネロで、ね」でつぶやいてたことをなかなか思い出しますがさて今日のゲスト枝野さんにお越しいただきましょうか。 はいは、はい、よろしくお願いします、はい、よろしくお願いしますどうもはるばるお越しいただき、はい、ありがとうございますよろしくお願いします王朝書を読ませていただきありがとうございますで今日はなんかねほりはほりいろんなこと聞いていきたいな、はい、と思うんですけれど、はい、まずご自身ここ10年振り返っていかがですかこの10年日本どうなっただろうとか民主党から立憲民主に至るまでいろんなことあって書かれてたと思うんですけどはい、はい、この10年を振り返りなんか思うところを語っていただければと思うんですが あ僕はあのちなみに大学生だったんです、はい、2011年で大学生が終わって10年社会に出たりとか自分の会社始めたりとか働き始めたりとかしたんで、はい、僕はこの10年が僕の社会の経験、うん、それそのものなんですけど、うん、あど代表にとってのこの10年ってどんな感じだったのかを聞きたいな,、うんえーね、なかなか一言言言うの難しいんですけど難しいですねいろいろ聞いています、ね、えと。 と一番似てる時代を言うと1935年から1945年に。 似てる10年だったと思います例えば、まあ、僕も最近「失敗の本質」って本をよく読,んで、うん、読むんですけれど例えばあの日本軍の戦略っていわゆる機能的でインクリメンタルだと言われていて、うん、グランドデザインが足りないと言われてたり、ね、米軍戦略が、まあ、例えばグランドデザインされてて、まあ、長期目線でものを考えてるって言われるようなことが例えばワクチン戦略とかに現れてきて、うん、1945年っぽいフレージングが、うん、ここの1年ぐらいメディアに載ってきたりとかするところを見ると、うん、そこはよく似てるなと思うんですけども。あのそれ でその前の670、はい、年の成功体験が全部重荷になって吹き出してる10年うん、うん、それはつまり明治の時に要はまあ日露戦争の勝利,勝利ですね、はい、それに象徴される成功体験がいろんな意味で時代に合わなくなって矛盾が生じてた10年。 戦後高度成長の成功体験、はい、それこそ50年前の東京オリンピックの成功体験みたいなものが、今までのテレビが一気に普及していって、うん、新幹線が通って、高速道路が通って、うんえー、という感じですかね。うん、逆に、当時は最初は政権側にいたじゃないですか。うん、そこからまあここの10年、政権外から、うん、えっと国の政治を見てきて、うんえー、その中で。 なんなんか前の自民党政権と今の自民党政権でかか違うとと思っていることっててるこありますかあああの間違いなく多様性を失いましたね、多様性と柔軟性を失いましたね、やっぱり少なくとも2009年の前、まあ、もうちょっと言うと小泉内閣の前ぐらいまでの自民党って敵ながらあっぱれというか、一、うん、目も二目も置くところがたくさんあった。 のはどんどんそう,いうの良さが失われた感じがしますけどね。と、うん、いうのは例えば、どういうところに現れてるんですかね。あのねそれはまあその本の中にも書いたんですけど、はい、私は1期生初当選して与党で、はい、最初は細川た、はい、政権でその後ら1年後から自社差で先駆けだったんですよ。当時の自民党って 今思うと当選1回でどこから出てきたかわけわからない私なんかとか含めて、はい、まあとにかくまあやんちゃしてても転がされてる感じがすると思う,うそう。そのなんか包容力というかですねそれでなんかあの思ってるところに持っていくわけですよ。うん、そのしたたかさとかね厚みとかね それ大したもんだなと思いながら見てます、ね、逆に言うと今はそのしたたかさとか厚みとか感じてらっしゃらないと思うんすないですね<ー>、うん、ものすごく向きになってますよね<ー>いろんな意味でそれは何に気にしてるんですかやっぱり一回野党になっちゃったことですかあまあそれもあるかもしれないけどやっぱり自分たちのやってることが時代状況に合ってないのに無理してるからだと僕は思いますからね。ど基本的にはなるほどなるほど そ、はあああまあ、そういうういのは確かにそうかになで聞いていきたいことがなんかいくつかあるんですけれど、はい、えと6月9日に党首討論があると僕、初めて知ったんですが、はい、僕はあの党首討論について何も知らないんですけれど、はい、党首討論ってどんなことをする場所なのか簡単に教えていただけると,えと総理と野党の党首と1対1でえ議論するあの総理が出てくる質疑って今予算委員会ありますけど、はい、あの時は他の大臣がお手伝いできちゃうわけですよ。よ、はいはい でまあ、よく、昔辻元さんが総理、総理、総理ってやったのに象徴されるように総理に聞いても総理が答えないで他の大臣が答えちゃうんですよ。うんうん、投資討論だけはもう向こうは政府・与党が出てくる総理だけまあワンオンワンオになることです、ね、1一対1になるので逃げ場はないという機会ですよね、はいうん、なるほどえそこで何を中心にあの討論される予定なんですかコロナになるとは思いますけども正直言って今日々動いているので。はい まあやっぱりその本質に絡む議論をしなきゃいけないと思いつつも、はい、その時一番タイムリーな、まあ、見てらっしゃる有権者の皆さんが関心のある切り口からやらないといけないのでま6月9こ日こでいうとやっぱコロナとオリンピックのことはみんな,相当気になるま,まだ1週間先だとじゃあどの切り口からいくかは、うん、まあ今週の週末考えます。週末考えるあなるるなななほほどど ちなみに新型コロナウイルス対策についての今の政権のやり方については、まあ、いいとこ悪いとこで言うと良かったところと悪いところ2つずつぐらい上げていただけるといいんですがないとか言うのはありですけどいいとこは難しいんですけど、はい、悪いところはまあまあまあ、まあまあ、日本人がそうなのか今の政権がそうなのかシステムとしてそうなのかわからないですが基本的には。 ね、開けて閉じて開けて閉じて繰り返されてます、ね。え、うん、それからもう一つは。司令塔がわからない。結局。大臣ごとに違うこと言ってて。はいうん、誰が整理しているのかわからない。なるほど。まあ、確かにそろそろグランドデザインの話が聞きたいって言うのは、はい、多分おっしゃる通りだと思いますけれど。うん ただ行政の仕組みをこうやって考えてみると、うん、今の支持系統を考えると、まあ、た地方自治体に例えば負担がかかっていたりとか、はい、あと、まあ、誰が一極集中の権限を持つのかというのは非常に決めにくい状況にはあると思うんですけどいやそれは役所ごとの総合調整するのは内閣官房の仕事だってちゃんと内閣法などにもきちんと決まっているので、はい、だから、まあ、それこそさっき話していただいた10年前は、はい。 私がやらざるを得なかったわけですよあの,原発,の,対応の時原発も経産大臣はいるわけだけど、はい、でも例えば避難していただくにあたってはその国土交通省にも協力してもらわなきゃいけない自衛隊も協力してもらわなきゃいけないし、はい、それから実は経済産業省だけじゃなくて、はい、モニタリングとかは文部科学省がいろいろ昔の科学次長が持ってたりとか。はい 総合調整なんですよなるほどで計画停電するとなったら、うん、あ電車止めるとか、うんはい、あそれから医療機関電気止まったらどうするのとか全部相互調整なんですよ。うん、それに地震津波だからやっぱり総合調整はもちろん各省大臣も頑張ってもらいましたけど、うん、結局その時間かければ確証調整って、はい、まあそれなりにやるんですよ役所って。 半日とか下手すると一時間ぐらいで結論を出さなきゃいけないので、うん、それはまあまあ差し迫った危機がそこにあるわけですから、ね。それは一応権限の上では制度上は内閣官房に権限があるので、なるほど官房長官がこれでやってくれって各省大臣に支持するしかないんですよ。それがこの一年半ないですよね。まあそうですね、うんまあ。まあなんか僕は難しいなと思っているところは。 例えば地震だったりとか台風だったりとか津波だったりするもので一回自然災害が起こったあとはもう一回揺れることはないというかもちろん余震はきますけどただじわじわ来てじわじわ出てくっていうタイプってやっぱり非常にシステム上意思決定難しいなと思っておりそういうタイプのやつもやっぱり長期的に見て内閣官房がやってたただどちらにしろさすがに半日とか1時間で。 判断しなきゃならないというのはそれはまあ原発事故なんかとは違いますけども、はい、とは言いながらもう役所同士に任せてたら、うん、それは全部後手に回るのははっきりしているわけで,で、ね、やっぱりもうこれ最初から言ってるんですけどねその去年の3月かな1回だけね与野党の党首会談だっ,ったんですよ。はい、その時も言ったんですけもまあ,あの今ワクチン接種の担当大臣が設置されたりとか。 まあ、そういったことはされてはいるわけです、ね。それはむしろね、マイナスです。マイナスですか。逆です。だって、ワクチン接種の、はい、医療に関するところは厚生労働省だし。はい、それから自治体のことは総務省だし。うん、その横にもう一人大臣ができて、横から口出されると混乱が深まるだけです。なるほど。実際そうなってます。あ、まあ、そうかもしれないですね。うん、確かに、ワクチンのロジスティックスは各、各、えー、自治体に投げられていて。うん、あ、それはね、僕ら、東日本の時も。はい 実は似たようなことをやりかけて周りに止めてもらって止めたことあるんですよ、それはあの計画停電の時に節電と計画停電ととても私、全部見切れないからと言って蓮舫さんにやってもらうと計画停電担当大臣みたいな感じでやってもらおうとしたらかえって混乱するからだめですと。 億兆億になるからやめてくださいと言われて結局、うん、えとあの時蓮舫さんには節電啓発だけ担当してもらったんですか。えじゃあそれは基本的に K さんが担当してやってったってこと。そうですね。K さんまあ節電えっと電力そのものは K さんだし、はい、波及することはやっぱり官房長官のところですしきらないと、うんうん、その医療とか、うん、鉄道とかああまあ例えば。 銀行も止まるわけですよね、はい、電,電力か突然止めちゃったら、うんあ。みたいなことは全部官房長官が仕切る各省大臣と官房長官の間で調整しないと無理だと言われてあ<ー>あそりゃそうだって言って最初全体見てもらおうと思ったのを節電の啓発だけにあの留めたんですよ、ね、でそういう経験はあるし役所の人たち分かってるから屋上を重ねると。うんうん かえって混乱するって。なるほど。なんでこんなことやったのかなと思ってます。じゃあ、ゃあ内閣官房の、今、なんか、なんつうか、内閣官房からすると。の、権限掌握と調整機能が、今、うまく働いてない,ってい。あの、もう、最初にね、西村さんを担当大臣にしたところから、はい、ボタンの掛け違いです。はい、ああ、なるほど、ね。西村さんもだって、横並び大臣の一人ですもん。ああ、ははあの、内閣官房みたいな、はい、その、まあ。 うん、一応、総合調整権限として各省に対してこれでやってくれというような、うん、そのスタッフもないしノウハウもないし、うん、権限もないとそこがなんかよく分からない、得体のでない存在でで、ね、誰が意思決定しているのかよく分からない,という状況にはなっていると。 まあそれはすごくよくわかりますね、うん、まあなんかまあ昔の本を読んでても、そして今も、全く同じことが繰り返されているというのは、非常によく感じますちょっと話をコロナやオリンピックから転換して、はい、ま民主党時代の政権交代と今後についてというテーマにちょっと変えていきたいかなと思うんですけれど、この本にもあの書かれていらっしゃったんですけど、うん、民主党時代の政権交代の時って、最初はどういう心境だったのか、改めてお教えいただければと思うんですが。本本当に本に書いた通り まあ嬉しかったですけど、うん、大丈夫かなとあ最初浮き足立ってたとか副大,副大臣やったことない人も、えー、入閣してて、うん、これって本当にオペレーションできるのかっていうことがう経験不足の不安とそれからまあ世論も含めて、はい、本当にあの盛り上がりすぎてて、うんえー、そんなに簡単に政権変わったからって一気にすべてがバラ色に変わるわけじゃないのに。あそれそう 大丈夫かなと、うん、あの一種傍観者だったので効か不効果最初の2ヶ月間最初は入学されてない入学どころかもう、はい、本当に無役だったんですよ、はい、全くいや仕事がなくてなのでえっと非常にそういったもう一種冷めた目で見ることができましたねなるほどまあその中であの多分根っこの部分に経験不足ってお話が書かれてたと思うんですけれどここの10年であの、うん、どういう経験を あのまあエタン代表はもともと世間やられてたんで多分経験ら終わりだと思うんですけど多分周囲の人選含めてどういうところが10年前と違うかというところ例えばその大臣経験者だけでもまあ今回大臣経験者が1人少なくとも2人かな今後の衆議院選挙ご優待を発表されてますけどでもえっと20人以上30人ぐらいいるんじゃないかな。 で副大臣政務官の経験者まで入れると、まあ落選している元職含めると60人ぐらいいるんですよ。なるほど。それはも全然あの時は、うん、あれ何人いたっけって指で数えられるぐらい。閣僚経験者い、はいいなかったですから。もうその経験値はね、全然大きい。あ、そうでしょうね。うん、それは数十倍になったんだろうなと、うん、思います。それでまあ、なおかつその経験でまあ。うんうん うん、トータルではやっぱり挫折の経験なので、うん、やっぱりみんなどうしたら同じ失敗しないかってずっと10年模索し続けてきてるので、はい、だからねやっぱり、ね、その単なる経験だけじゃなくてやっぱり人脈とかいいろんなものが違いますよ、はい、例えば霞が関の中に、はい、そうはいたってその一緒に役所の中で仕事してたわけだから、うん、その後もいろいろ付き合いあるわけですよ、はい、僕ら。 あのそのネットワークとかも10年前は12年前は、うん、例えばあの我々の政権の時亡くなられた戦国義時さんがものすごい力を持ってたんですよ。はい、なぜ力を持ってたかというと野党議員なのに霞が関の優秀な官僚とものすごいパイプを作ってたんですよ個人で。そのネットワークがあったから彼はものすごい存在感があったんですけど。うん 残念ながら私にはそんなのないけどでもチーム全体としては当時戦国さんが持っていたよりも大きな霞が関のネットワークはまだ残っているというのは大きいですねまあそうですよね。うん でちなみにあの自民党は政権与党としての経験というのは、まあ、すっごい長いことされていると思っていて前回、民主党政権が取られたときというのは、うん、やっぱ政治主導でやっていくというのの、はい、キーコンセプトにされて、はい、いろんなことされたと思うんですけれど、はい、ここで政権交代としたならば何があの今回の政権交代のキーアイディアというかキーコンセプトというか何が一番自民党との違いになると考えてですか安心だと思います。安心、うん、というのは。 うん、つまりなんかいろんなものがこの10年間で不安が高まって例えば格差が拡大したりとか、うん、あとはそうです、ね、外から来るコロナウイルスが来たりとか、うん、あと我々の国の財政ってどうなんだろうっていうのが漠然としてたりとか、はい、まあそういうのはたくさんあるかもしれないですね。あの 何かか劇的に変えてくれるんじゃないかっていう期待感だったまあリーマンショックのあと、ねうん、だけど今求められてるのは劇的に変わるということなのかもしれないけど、うん、とにかく政治が普通の当たり前のことをやってほしいと。 いうこととが僕はは国民のの皆さんんニーズだと思ってるんでそれエレファントカーブでいうと中流層にどうやって富が流れるかっていうことだったりとかするっていうことですか、うん、そもそも中流層がどんどん減ってるのをどうにかしろって話でもあるし、はいはい、その当たり前の普通のことが、うん、普通にできてない状況をちゃんとまずやってくれというところがやっぱりスタートだと思うし一番大きなニーズだと実は僕はそこはそう思ってます。なるほど まあなんかそれはそう,そういう考え方も、まあ、いろんな考え方が私はあると思いますけど、うん、そこはそうだなと思うところもありますが、うん、ちなみにあの出ますかグラフ今衆議院の議席数を、はい、あのグラフで出したんですけれど、うん、なんかこれでどうやって自民党に勝つ戦略があるのかっていうのをお伺いしてみたいんですけれど。 雇用に関して、だからコロナ禍で随分あの揺れたりとかしていると思うんですけれども、はいうん、そこに関するお考えもちょっと聞いてみてす、ね、今この国がやっていくデジタル化において、何が必要かっていうようなビジョンってございますどこまで中国と付き合っていき、どこまでアメリカと付き合っていきっていう、我々のポジションって、米中の間に挟まれて、どういうビジョンでやっていくっていうお考えあります